そして側の辺門の作業開始、よろしくお願いします。なくても今まで弘前公園が閉鎖したということは弘前公園になってからないということが分かりました。それで今回の閉鎖ということなんですけども、本当に市民の皆様だとか日頃から散歩ジョギングされて、お越しになっている方々、それと本当にいつも桜を楽しみにしていた皆様にですね、大変申し訳ないというか、こういう形でですね、弘前公園閉鎖という形になって本当に申し訳なく思っております。今回新型コロナウイルス感染防止ということで、閉鎖になったので、やはり桜が咲いているとどうしても皆さんやはり自粛ってしておりますけども、気分転換に桜咲いていると見に行きたいなという方々いらっしゃると思います。そこをちょっとぐっとこらえてですね、来て欲しくないなと、というのもですね、やはり交通渋滞も招きます。交通事故の危険性も伴いますので、そういうのもひっくるめてですね、どうか弘前公園にできるだけ近寄らないでいただきたいと思います。閉門の公園の中ではですね、これから桜咲きますけども、来年も間違いなく見事な桜咲きますので、そのために、剪定、土壌改良、施肥などを丹念に手入れをしてですね、また来年楽しんでいただきたいと思いますので、我々公園緑地会職員一同、そこは本当に頑張っていきたいと思っております。